ンポン。緊張感って大切だと思うんですよ。せやな、アイス食うで。わーい、痛いくしか立たん。スイカバーがいい。サクレのレモン味がいいです。うちは余ったやつでええで。面白いのでも緊張感を持てよ。アイス取ってんじゃねえよ。うちらの動画で緊張感出るようなシリアス展開なんてできるわけないやろ。やってみなきゃわからないじゃん。じゃあやってみて。顔が取れてしまった。それ日常じゃん。普通はありえないでしょ。自覚あんならやるんじゃねえ。バレてしまっては仕方ない。どうした急に。そう、私こそ生徒会の回し者。その二つ名は、黒きより今、まだ刻印されし者だ。絶妙に香ばしい二つ名。ほら、やったるし。危ない。あえちゃん、なんで。ごめんね、ついなちゃん。でも私は、お姉ちゃんのためにも、こうしなきゃならないんだ。バーサーカーが圧倒されてる。みんな倒れろ。なんで葵はついなちゃんと戦っとるんや？今までの言動からすると、あかねちゃんが人質に取られてるっぽいから仕方なく裏切ってる感じかな。うち人質になっとるん。やだ人質やー。さっきのは演技の設定のことで。この刃先引っ込みドッキリナイフで刺されたくなければ言うことを聞け。おい。あかり助けてー。おっと無駄だ。絶対助からねえぜ。お前の命はこれからだ。何励ましとんねん。これを見ろ。そうです。うち帰っていい？あかり助けて。うち？ほら、そこのゆかり、あかねちゃんを話せ。よったら、私が持ったグラマラスピッピキピ体操をしている。てめえ、最近そのネタでいじってくんのなんなんだらん？いや、なんかほら、可愛いと思ってる。葵ちゃん、ついなちゃん、もうええか？はい、満足しました。あかねちゃんは、なんかうち、楽しくない。これ半円だっつやで。今世紀一楽しい。今世紀安すぎだろ。じゃあ、アホはそのままにして帰るで。置いてかないでー。わっ、じゃあノアホ置いてくわけないやろ。優しい。ほら行くで。